ヌエストラセニョーラデラ・カンデラリア教会は、スペイン・カナリア諸島、テネリフェ島のカンデラリアにあるカトリック教会のバシリカ。カナリア諸島で最も重要なカトリックのバシリカとされる。カナリア諸島全域の守護聖人とされるカンデラリアの聖母を祀っており、巡礼地となっている。伝説によれば1390年、カナリア諸島の先住民であるグアンチェ族の二人の牧人が、 聖母、マリアの像を発見した。像は先住民の王が住んでいた洞窟に移された。スペインが島を征服すると、像は現在の教会堂の後ろに位置する別の洞窟に移された。1672年、数千人の巡礼者を収容できる教会堂が建設されたが、1789年に火災によって消失した。現在の教会堂は、 かつての教会堂があった敷地に1949年から1959年にかけて建設された。スペインの最も重要な教会の一つであり、2011年1月24日に教皇ベネディクト16世によってバシリカミノールの核が与えられた。教会堂内部教会堂は3つの神道を2つの小聖堂を裁室及びカマリンからなる。また、 教会道にはドームがあり、また主楼を有する。主祭団背後のカマリンに、カナリア諸島の守護聖人である聖母、マリアの像、カンデラリアの聖母が安置されている。カンデラリアの聖母像のオリジナルは1826年に嵐によって失われたため、現在の像は、その復刻である。ありがとうございます。